えー、私の佐藤さんへの最大の質問は、佐藤さんご自身がどうやってその時間を捻出してこられたかということにつきます。6人分の食事の、えー、準備後後片付け、<laughs> あ準備後片付け、えー、洗濯、掃除といった主婦のルーティーンを抱えながら、家事の部分に集力されなかったのは分かります。でも6人分の量ともなると、うん、手を抜いたとしても片手まで回せる量ではないと思います。佐藤さんがやってこられたことに少しでも近づくべく、 子供の勉強をしっかり見てると、ましてや小さい方の子の課題を見ながらなんて日には、もうくたくたで夕飯は作れませんし、洗濯物も溜まっていきます。4人分のスケジュールとご自身のスケジュールを当てはめたと伺っていますが、毎日毎日スケジュール通りにこなしきれたということなのでしょうか。うん、なんか皆さん、私の生活がどうだったかっていうのは、あれなんですね。私もどうやってたか忘れたんですけどね。<laughs> でもなんかね、 そう、きち、なでもきちんとやろうという風な感じはなかったですね、なんか。ま、あのー、うん、なんだ洗濯、だからまあ、食事の準備後片付けはね、割とちゃんとしてました。あの、それだけはまあ大事なんで、してたんですけど、でもね、後片付けは、あの、食洗機をね、で、ずっとやってたんですよ。結構、あれを使いまくってましたけどね。 で、それだけ結構ちょっと大きめのをちょっと買っててね、それを結構いつも回ってました。で、それと、あのですね、まあ、食事、まあ、準備はだから、まあ、本当大きなお鍋にいっぱい作るとか、あ何度もまとめて作るみたいな感じしてました。でも今考えてみるとね、秋なんかね、結構うちの子供たち魚好きなんですよで。魚のね、美味しいのが、 こうあったりするとすごい喜んでしてたんですけど、煮魚は嫌いなんですけどね、焼き魚はまだ好きっていうか、特にまサンマとか好きだったんですね。私はサンマは当時ガスでちゃんと煙を出しまくって焼いてたんですね。で、それで子供でそれ大好きだったんですけど、でもそのサンマにあの、大根おろしをつけたいじゃないですか。でもね、その大根おろしをつけるね、大根おろしをおろす暇がないんですよ。 今でも思ってるんですけど、なんかもうあの、あの時大根おろし毎回つけたいなと思うけど、大根おろしをつける暇がないんですよ。もうその次にすることがあるんで。だからあれが、だからそう今考えてみると、大根おろしさえつける暇もないっていうことだったのかな、みたいなことでしたね。でもなんか、サンマをなんかちゃんと煙を出しまくって焼くっていうのもあれでしょう。 なんか、テーマ書けてるなと思って、まあ、それよりこだわってたんですよ。煙を、煙を出しながら魚を焼くっていうのがはいな。まあまあ、たまたまなんかちょっと田舎のあれなんで、なんか煙出しても何もね、なんか誰も言われなかったんですけど、まあそういうことでしたね。だから最近、秋になるといつも思うんですね。あ、サンマを子供たちに食べさせたけど、大根おろしをつける暇なかったな、みたいな。最近、チューブで出てるらしいですね、大根おろし。え、そうなんですかうん。あの、だけど、 多分使わないと思います。大根おろしはそのおろしたてじゃないと。で、大根おろしも、そのおろす、おろし金があるじゃないですか。あれもね、結構こだわって、いろいろ買ってみて一番いいのにしたんです。いいっていうか、自分の合う食感が合うのにね。いろいろあるんで。そういうことには結構こだわってたんですね。<laughs> だからまあそういうのはこだわったのと、まあ、そうね。まあだでも洗濯は、だから1日に4回回してたんですよ。 8キロの洗濯機。で、乾燥機はあったけど使わなくて、もう乾燥機のやりってばじゃないんで、まあ、まあ、というか、もちろんよく火、あの、乾くんで、どんどん干してたんですけどね、干して。でもね、干すまで行くんだけど、その、取り込んで、畳んで、炭水しまうまでが行かないんですね。だからもう結構取り込んで、どんどんして洗濯の、 本当にあの子供の背丈ぐらい、2、3歳ぐらいの子供の背丈ぐらい山になってました、こんなに。山になって、それその中から子供たちが引っ張り出してたこともよくありましたよ。でもそれを片付けた、今、ちょっと引っ張り出してうちに山は小っちゃくなるんですね。<laughs> で、またそれを干すみたいなことをね。結構山にしてても、なんかその上に子供乗って遊んだりとかしてます。 けど、ね、まあ別によしとしといてでもなんかいちいちそうするとねタンスから出さなくていいので子どもたちもなんかこう宝探しみたいにその洗濯の山から探してたんでね「まあ、やった」みたいなことやってましたけどねちょっと邪魔っちゃ邪魔なんですけどそういうこともありましたね。で掃掃除除はねなななかなかかが行き届かなくて まあ、ゴミでは死なないわとか言ってたんですけど、まあ、そうはいかなかったりして、でも、たまに掃除を一生懸命するとね、もうその部屋に子供がわーっと集まるんですよ。子供ってやっぱ綺麗な方が好きだ,んだなと思うんだけど、でも、隣の部屋をやってる間にもうその部屋は散らかってるんですね、ちっちゃい時は。だからね、まあ、きちっとやらなくてもいいかな、みたいな感じでした。だけど、まあ、子供たちがだんだん勉強するようになった時に、 あの、うちの子供たちはね、自分の鉛筆とか消しゴムとかノートとかそこら辺はね、もうやったからといってそこら辺に置いといたら、こたつとかで上に置いといたら、もう絶対なくなってどっか行くので、もうやったらすぐ自分たちとカバンに入れるっていう。それから自分の机の上に置くっていう。自分のものは自分で確保するっていうのが、我が家の基画のルールだったんですよ。もうなくなっても知らないぞっていうことでね。それはね、未だにきっちりしています。 お正月とかねもちろんコロナで帰れないですけども3年ぐらい前ずっと帰ってたでしょで帰っててみんな集まるじゃないですか。そしそれいろいろパソコンとか何とかあってノートとか鉛筆とかねあったりするけどもうねあの 使ったら自分のカバンに入れる。使ったら必ず入れるっていう。自分の村必ず確保して、亡くなったとかなんとかっていう子は一人もいないんですね。そこら辺はね、あの、なんか、なかなか私も片付けも行き届かなかったけど、自分でね、やるなっていう感じでした。それなりに自主性が身についたんじゃないですかね。でね、家事以外ね、あの、家事の部分、まあね、あの、まあでもなんとか回るもんですね。なんかやっぱり。だけど、うん、うーん。 まあなんかそうですね。なんか、まあよ、あのー、まあ衣替えとかもね、あったりとかして、子供たちに寒かったら暑かったりする思いさせられないので、まあそれ以外とパッパッパってやって、やりやすいしてたんですけどね。まあまあ、うちの夫がね、なかなかね、あのー、まあしてあげるんですけど、当然、するんですけど、スーツかするんですけどね。あのー、靴下とかね、がね、いつもね、もうそこで私力尽きるんですよ。でね、 夫の靴下を夏物と冬物を入れ替えるのがね、なんかでも力尽きて、そのままになってしまうんですね。そしたら、主人がある時なんか、夏、夏の8月に、なんかそのままこの靴下暑いんだけど、みたいなこと言ってた冬物でね、で早く言ってよっていうことだったんですけど、まあ主人に、いやもういずれまた冬が来るからこのままにしとこうみたいなことを言ったりとかして、でまあ主人もそういうことは文句言わなかったので、 っていうようなね、まあ、あっちもこっちもなんか結構不十分でした。でもまあ、それで、まあ、なんとかやってきたってことですかね。とね、あのー、まあ上べべん、子供で勉強をしっかり見てると、まあ、小さい子の課題を見ながら、なんてしたときにはもうくたくたって、まあまあ、そうなんですけど、まあ、で、夕飯作れないほどくたくたにならなくてもいいと思うんですけど、夕飯は作らないといけないでしょ。だから、3食をまず大事にしといて、洗濯物もたまってもいいと思うんですけど、 別に溜まって、とりあえずで。私もだからね、ある時だから、私、父と母がね、手伝いに来てくれて、あの、来た時に、なんか、引き出しの中に、あの、たあの、なんかた、靴下が一個しかなくてね、それぞれの子供たちの靴下がで、で、子供、あの、母,母なんかが、いや、明日の分の靴下しかないじゃない、みたいなことを言ってね、言ってたんですけど、まあ私はまあ、明日あればよくないっていう。明後日のことは明後日で、 考えようみたいなことをね。とにかく明日良ければいいよね。今日と明日だけ無事に過ごせばいいよねっていうことをいつもね、言ってました。そんなね、あの一週間分のことをきっちりやるとかね、そういう靴下がちゃんと準備しているとかね、そういうことね、考えなかったんですよね。だからよっぽどなんかその日暮らしみたいなことしてたんですね。<laughs> もうそれでいいんじゃないですかあの、で、4人、4人分のスケジュールで自分のスケジュールを温めて、 うん、話してたんですけど、毎日毎日スケジュール通りなんかやらないですよ。でもね、そのスケジュールって、あの、何時に起きて何時にやって何時にやってっていうスケジュールじゃないですよ。もうそんなことできないので、あの、行事ですよね。まあ、保護者会とか、例えば浜岡の説,説明会とか、この子供を迎えに行くとか、その送りに行くとか、塾に送りに行くとか、そういうスケジュールだけですね。で、その合間に何かできたら、 いいいかなっていう程度でしたそれはやらないといけないのでそれをやってっていうまあだから本当に優先順位をねもうすぐ決めるのがめちゃめちゃ得意だって言われてるんですけどねもうそれ優先順位を上から順番にやってできなかったものは無視するっていう、まあ、次の日に回すみたいな感じ常にいつもね優先順位考えてました全部やろうなんてとてもできないので今日はあの優先順位考えてもうやれただけやれるみたいなことをしてたんですねだからまあそういうことしかないですねそうこうしているうちにね子育て終わりますから まあなんか、子供も無事に、あの、怪我もせず大きくなったらよかったかなっていうふうには思ってるんですけどね。まあ、そんな感じで、その日暮らしでやったらいいと思います。やらなくちゃいけないことは、まあ、やるっていう、まあ、優先順位をつけながらっていうことでしょうか。はい。